若い方の後にこんなおっさんが出てきてますけれども、同志社中学校の井口と申します。社会科を担当しています。教員生活21年を迎えました。10年前ぐらいから自分の授業がいまいちいけてないなというふうに思い始めて、改善をしようと思っています。そのきっかけは卒業生たちとのある会話の中でした。卒業生に中学校の頃の思い出はと聞くと、ほとんどの子たちがクラブや学園祭のことは言うんですけれども、授業のことは言ってくれない。井口の授業どうだったって聞いても、どうだっけって言ってさらっと流されて、ほとんどの授業を忘れてしまっているということにドキッとしました。これでいいんかな、やっぱり記憶に残してほしいって思うんです。教師って子どもたちの記憶に残る授業を本当にしてるやろうかと日々考えるべきだと思います。ではどんな授業をすれば子どもたちの記憶に残るかということで悶々としていたんですけれども、 4,5 年前あたりからアクティブラーニングなんていうことがよく言われるようになりました。アクティブラーニングってすごいなと思う部分は確かにあります。学びのスタイルは多様になったし、バリエーションがたくさん増えていった。だから子どもたち自身の中にも、あ、自分に合った勉強のスタイルはこうだとか、私はこれはちょっと苦手だなとか、積極的に学びのスタイルについてアピールするような子たちが出てきました。こうしたことを受けて僕自身も、例えばポスターセッションやったり、あるいは発表をやったりして、子どもたち同士が学び合ったり教え合うというようなことをやってみたんですね。いい表情で喋りましたから、これは一定成功だなと思います。いくつかだけ紹介しようと思います。あまり時間がありませんので早口になるかもしれませんが、例えばある男の子たちのグループが就職難ということをテーマに話し合いました。あ、発表したんですね。で、街中へ出て行って就活をして、なんか暗い顔をしてはる人をわざわざ見つけてきて、あんたどんな仕事をやろうとしてんの、大丈夫みたいにして中学生が言っていくわけです。怖いもの知らずで怖いですよ本当に。中に女の子で深刻そうな顔をして、インタビューしたら1時間も捕まっちゃったとか言ってたんですけど、その子たちから聞いた内容で作ったのがこのビニール傘。まあちょっとよく見てください、面白いんですよ。エントリーシートを何個か送るけれども全部いらないと落とされる、書類選考で落とされて落ち込んで就活を嫌になる、ますます受かりにくくなる、危機意識でどんどん何社でも受けようとすると、その会社に受かりたいという熱意が生まれなくなっていく。だから会社側からもその情熱を感じられないということで、また面接で失敗する、悪魔のサイクルだとか言ってこれ回すわけです。だからこういうことやられると、専門で中学の教師してる僕なんか太刀打ちできないわけですよ。ドヒャドヒャと子どもたちが盛り上がって、結局僕の授業より彼らの授業の方が覚えてるっていうことになるわけです。で、こんな風に教室の中で発表しただけじゃなくて、さらに突き抜けた子たちが出てきました。例えばこの放置自転車をなくそうなんていうことを取り組んだ女の子たち、高槻商店街には1000台を超える放置自転車があって、商店街の皆さんが困っているということを聞きつけたから、何とかしてその放置自転車をなくそうという取り組みをさせてくださいって言って、どんどん押しかけたんですね。ところが商店街の事務局の方々は、いやちょっと勘弁してって言うと言う、え、ポスター貼らせてください、ダメ、チラシ配らせてください、ダメ、音楽かけてアピールさせてもらって歌歌わせて、ダメ。なぜかというと、大人たちはこの放置自転車の大半はお客さんなんだと、だからお客さんが減るようなことはできないし、どうしようって悩ましいんだ。中学生たちは自分が訴えてることは正しいと思ってますから、どうしたらいいんだろうって言って、子どもと大人のバトルでした、最初は。でも3回4回と通いながら、ああでもないこうでもないと言ってるうちに、大人の方がだんだん子どもの方に根負けしていくんですよね。そこでいつの間にか子どもと大人が対等にアイデアを出し合って、どうしたらいいやろう、何やったら中学生でもやれることだろうって言って協力し合って、結局彼女たちの発表はさらに工夫もされて、こんな発表やったんです。実はあるニュース番組を真似して、今日は放置自転車をなくそうと取り組んでいる中学生を取材しました、では現地にいる何々さんって言ってこの動画を流したんですね。その動画の中で彼女たちは、放置自転車をなくそうということをアピールするメッセージをアーケードの中に流れる BGM の合間合間に自分たちの声で入れさせてもらうということをしたんです。
商店街の人たちもそれやったらいいよって言って、 BGM が1曲途切れたら彼女たちの声で長時間の駐輪はおやめくださいってアナウンスが流れる。しばらくの間これは続けられていて、今現在どうかは分かりませんけれども、彼女たちはちょっとだけ自分たちが社会貢献できたと思っていた。けれども放置自転車はほとんどなくならなかったって言って笑って発表してました。だから彼女たちのムーブメントというのは成功したかと言われるとあまり効果がなかったっていうことで終わるんですけれども、自分たちの思いを受けて大人が変わってくれて、大人と一緒に一つのムーブメントができたという喜びがあって、失敗を乗り越えながらやっと達成できたことっていうことですごく喜んでたんです。こんなことができる中学生がいるんですよって、もう僕有頂天でした。もう彼女たちも、それから傘を作ったあの子たちも、自分の授業の中で土曜日にも日曜日にも集まってこんなこと作ってくれて、何回も商店街行って交渉して、そしてやり遂げて、その上でしかも失敗やったてへって笑って、自分でアイアムオーケーって言えている、そんなすごい子どもたちがいるんですって言って、この発表をいろんな学校でさせていただいて、自分の手柄のようにやってました。けれども一方で実はすごく大きな問題に直面し始めたんです。何かというとこれです。井口の授業は嫌だ、授業に行きたくない、とうとう学校にも行きたくないって言い出す子たちが出たんです。なぜかというと、僕はことあるごとにこういったことを発表してしまいましたので、子どもたちの中ではちゃんとなんていうのかな、プレゼンができないとダメ、しかも街中へ出て行って自分の知らない人に喋りかけて、あるいはムーブメントもしなきゃいけないみたいなことを言われていくと、僕にはできない、私は一人でコツコツはできるけどグループの中で意見を言うなんて無理、まして発表なんてって言って、そのことがプレッシャーになって学校に行きしぶりを始めちゃって、保護者の方からのクレームの嵐でした。だからあ、やっちまったなと。どうしたらこの僕の授業への拒否反応や拒絶を乗り越えることができるだろうかと、次の大きな問題に直面してしまいました。僕自身が個性、そういった学びのスタイルが多様になったと先ほど言ったにもかかわらず、そうした子どもたちの個性を無視して発表だけが大事だ、ムーブメントを何かしなきゃいけないみたいなことだけを言ってしまってたんだと思うんですね。これが井口の暴力だったんだろうと思います。それに耐えかねた子どもたちがとうとう授業に対する拒絶をしちゃったんですね。それに直面した時どうしようかと本気で悩みました。答えは今でも見つかっていませんが、手がかりになるような風景には時々合います。例えばこの風景、僕のお気に入りの写真の一つです。僕が担任をしていた中学3年生の子たち、5月頃に学園祭の出し物を決めようっていうことで昼休みに集まって話し合いをしていたんです。食堂に行って食べる子たち、あるいはボール遊びをしたい子たちもいただろうに、みんなでこうやって机や椅子を全部どけてしまって車座っていうか円形に座ってワイワイガヤガヤと喋ってたんです。何やってんじゃろうと思って覗きに行った時に、この光景を見た時慌ててカメラを撮りに行って写真に収めて、ニヤニヤと笑いながらこの写真いいでしょとか言って見てたんです。その時あることに気がつきました。この円形に座ってるグループの中にはいなかった外側にいた子たちです。よく見るとこの子たちこそが僕の授業では拒否反応を示してた子たちだったんです。発表しにくい、誰かとなんていうのかな、フレンドリーに喋るとかコミュニケーションを取るっていうのがちょっと苦手っていう子たちでした。で、教室では円形にこうやって座ってああだこうだとどんな出し物をするって言って喋ってるんですけれども、その輪の中に入ることを拒否をしているわけではないんです。僕の授業に対する拒絶なんかとは比べ物にならない緩やかな拒否反応で済んでるんですよね。で、なんとなくこのワイワイガヤガヤを遠目で見て、なんとなく一体感を持つ、なんとなく親近感を持つ、円の中に座ってる子たちも入ってこいよと強制しないんですね。そこできっと聞いてくれてるだろうという安心感。この子たちは結局学園祭では裏方の音響係であるとか大道具係をしてプラスとしては大成功を収めました。この拒否ではない柔らかな一体感、緩やかな一体感、これがなぜ授業の中でうまくできないんだろうか、こうした一体感を授業の中で再現してみたい、
居心地がいいこと、居場所があること、安心できること、これがなぜか教室の授業の時にうまくできなかったんですね。アクティブラーニングと言われてミーティングだ、あるいはプレゼンテーションだって言われた時にコミュニケーション能力がまだまだ未熟だったり、あるいは個性として他者と誰かと何かをするよりはどちらかというと哲学的に自分の思考の中にしっかり入っていきたいみたいな子たちにとってはオープンマインドっていうのはものすごく居心地が悪いんですよね。皆さんの中にもスタバでだと落ち着かないっていう人もいるかもしれません。僕らだったらある意味では周りに少し雑音があっても自分の世界に入れるんですけれども、苦手な子っていうのはやっぱり周りを囲ってあげた方が落ち着くんです。ちょっと動きが大きい子ってビーズクッションと言われるクッションがあるとそこにスポッと収まると行動が落ち着いたりほっこりするんですね。そういったものが授業の教室の中になぜないんだろう。我々は従来の講義形式に戻して今までこういった個性の違いとかいうのを全部棚上げにしてきた時代に戻ることはできないと思います。ではどういうことが望まれるべきか。アクティブラーニングは開け開けと言いますけれども、僕はあえてそこに閉じろ閉じろと言いたいんです。開くと同時に少しだけ閉じた空間を教室の授業の中に作ってあげないとダメなんだと。円を作って座って喋っているそういうグループをちょっとだけ離れた位置から緩やかに見守る、そういう空間を授業の中に作ってあげたい。これはどうしたらいいか、建築の問題として考えるべきなんやろうか。2010年に僕は中学校を移転させたグループだったんですけれども、その建築を考える時にもいろいろ考えましたが、お金がかかっちゃうから建築の問題としてこれに取り組むというのは相当難しいんです。では家具やったらいいか。家具だと模様替えとかで雰囲気を変えることができますが非常に小さい。もうちょっと何かないかなって考えているときに、学校建築の権威のある建築家の先生から次のようなことをアドバイスもらいました。最近はね、建築というものと家具というものの長所を合わせたアーキファニチャーって言われるような考え方ができてるんだよと。僕はもうすぐにこれに飛びつきました。でその建築家の先生にお願いをして、どっか会社紹介してもらえませんか、ぜひこのアーキファニチャーを中学生と一緒に作りたいって思ったんです。中学生と企業、そして建築家と一緒にコラボしながら学びのための空間として何が作れるか、今それに取り掛かり、2020年にアクティブラーニングが小中学校に導入されるのに合わせてアーキファニチャーを販売できるペースでやっていきたいと動きつつあります。あまりたくさんのことはちょっと企業秘密なので言えないんですけれども、今現在同社中学校はこのような一人分の机と椅子を整然と並べて黒板に向かっています。一般的な教室とよく似たものですけれども、こういう教室で例えば僕が授業で考えなさいって言った瞬間に子どもたちは黙り込むんですね。僕が考えなさいって言われたら隣の人にお前どう思うって聞きたくなるんです。つまり考えるイコール喋るなんです僕の場合。中には考えるとなると自分で自分の世界にグッと没頭できる子たちもいます。そういった考え方のスタイル自体もバラバラなので、この教室のあり方っていうのは実は教える側にとってのみ有効な教室なんですね。そこを現在は廊下側だけはこれぐらいガバッと開けるようにしたんですけれども、開く方向にはどん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 進みました。でも一人分の机と椅子があるもんやから完全には心開かない状態です。だから緊張感ばっかりが教室の中に漂っちゃう。では教室ではないところにこうやってリビングスペースみたいなものを作りました。畳を置いてちょっとぐらいは子どもたちが癒されるかなと期待した。ところが子どもたちにとっては授業の時間こそが緊張が高まっているので、教室の中にこれが欲しいっていうことになるわけです。僕らは教室は勉強のところ、リビングはリビングって言って分けちゃうんですよね。でもそうじゃなかったんです。子どもたちが居場所がないって感じるのは授業中なんです。だから授業の空間にこそ落ち着くようなリビングスペースが欲しいと言い出してきたわけです。それをアーキファニチャーを使って教室自体をアレンジしていく、そういった開くと閉じるを同時に成立させるような学校空間を作りたいと今思ってる。でもこんなね抽象的なことばっかり言っててどんなもんなんだろうって、
実は僕もそれはよく分かっていません。そこが中学生の醍醐味で、彼らは発想豊かにこうやったらいいん違う、例えばハンモックがあるといいよねとか言い出しています。あるいは仲のいいお友達と2人で座れるベンチがあったらいいよなって、映画館のあのカップル席みたいな感じで言ってるような子たちまでいました。寝そべって授業を受けたい、あ、なるほどな、そんなこと全部を叶えられるんだろうかと思いながら、でもちょっとチャレンジしてるんです。今僕が一つだけ思ってるのは、このアルネ・ヤコブセンという人のエッグチェア、これ最高のデザインだと僕は思っています。背もたれの部分が緩やかなカーブで面白い形をしています。これを2、3個あるいは4つ5つと円形に並べるとこのような形になって、そもそもはホテルのロビーに置く椅子としてデザインされたんです。開かれた空間なんですけれども、これに座って数名で円形を作ると、この背もたれの部分のカーブが緩やかに周りの人の視線を遮ってくれるんです。その結果、数人の人たちで閉じた空間をオープンスペースの中にいくつもいくつも作れるような椅子なんですよね。このアルネ・ヤコブセンが提唱した開くと同時に閉じるというようなことを成立させるデザイン、これを学校空間の、しかも授業の場所に作ってみたい。開きながら閉じる、それを中学生と一緒に作ってみたい。そうして新たな価値や新たな学校のスタイルというのを発信できる新しいインフラとしての学校、あえて言えばカルチャーインフラとしての学校を中学生と一緒に作っていきたいというのが今の僕の試みで、できれば2020年にまたこうした舞台があれば、その商品を持ってこの場でお話できたらなと思っています。ありがとうございます。